どうもおはようございます、ゆうへいです。今ね、朝ごはんを食べてるところなんですけども、こんな感じで、これがね、食パンです。もう食べかけて もうすぐね食べ終わるんですけども、だいたい最近の僕の朝ごはんこんな感じで、食パンにチーズ乗せて、でマヨネーズをねくるくるっとかけて、焼いて食べてます。そしてこちら、これが言いたかった、これ何やと思われますでしょうか。これね、コーヒーなんですよ。コーヒー、うまい。といっても普通のあのインスタントコーヒーなんですけども、こんなのやつね、あのマグカップがさ割れちゃって、いつも使ってたマグカップ、あの割れてしまったので、今コップがないんですよね。やっぱりね、よく使うものってついつい割っちゃうんですよね。で今コーヒーをこの茶碗でね飲んでるんで、まあ味は美味しいんですけど、さすがにこれ気分が盛り上がらんというか、なんかちゃいますよね。なのでね、今日はバイトも休みなので、コップね、コップを買いに行きたい。マグカップと普通のグラスね、最近あのビールを飲むためのグラスもね、ちょっと今ない状態なので、マグカップそしてグラスを買いたいなと思ってます。というわけで本日はコップをね探しに行きたいなと思います。せっかくね天気もいいし仕事も休みなので、まあ百均とかではなくてね、わざわざイオンに行きたいなと思います。僕ね、イオン時々行くんですよね。到着しました、イオンモール。いや、引きこもってね、なんか無職とかやってた時はこのイオンモールに来たらね、このなんつうんでしょうかね、キラキラした世界に見えて、自分がねなんかこうやばいやつな気がしましたけども、最近はね、まあいろんな人と喋ってて、まあ引きこもってないんでね、イオンに来てもね、なんかこう普通にこうイオンと普通に接することができます。以前はね、なんか変な気分になりました。ここは自分の居場所じゃないなみたいなね、そういうわけのわからん感覚に陥りましたけども、まあちょっととりあえずコップね、コップ探していきたいなと。前にここでね皿を買ったと思うんですよね。なのでなんとなくここでコップとマグカップもあるのではないかと思って来てみました。ステンレスタンブラー、まあ、これはちょっと違うよな。あったあった、この辺になんとなくマグカップですね、マグカップ。そして右の方に行くとグラスがあります。この辺でも選んじゃうかな。コップはねとりあえず買うことができたので、こちらフードコートにやってまいりました。お昼ご飯を食べたいなと。フードコートね、いろいろあるから迷うんですけどね、どうしようかな。だいぶ前にここでラーメンを食べたんですけどね、なので今回は違うものを食べたいなと思います。はい、これチキン南蛮定食にしてみました。あんまりねチキン南蛮で食べたことないってことはないけどね、一応名物って書いてあったのでこれにしました。さあちょっとねバイク屋さんに来てみました。なんか A バイクはあるのかな。これは PCX っていうやつですね。これも 125cc で、これディオね、これディオっていうやつなんですけど、これのあのキーレスのやつがあったらいいんですけどね。キーレスディオ、これ結構良くないですか。なんかこうちっちゃくて。はい、帰ってまいりました。サクッとね、イオン行ってちょっとバイク屋さんなどを見て帰ってきました。でちなみにあのとりあえずね、イオン、これイオンで買った、コップですね、こいつをちょっと紹介してみたいなと思います。まずはこれ
これだ、これ、きれいに、きれいに巻いてくれていますけども、これを開けますとですね、はい、こんな感じ。グラスは、このちょっとデカめのね、グラスにしました。前のやつと似てるけどもね、まあちょっとこう、太いかなと、太い感じのグラスにしました。そして次に、こちら。こっちがのマグカップなんですけどね、マグカップも買いました。どんな感じかと言いますと、じゃじゃんとこんな感じ、白熊の模様の、マグカップですね、買いました。こうグラスと比べると、まあグラスの方がだいぶでかいんですけどね、まあとりあえずこいつでね、まずはドリンクをね、飲んでみたいなと思います。じゃじゃん。というわけで、よいしょー。さあ、では、やっぱり最初はね、まずビアですね。まあ、このコップを買った理由のほとんどは、こうやってね、ビールを飲むためだと言っても過言ではないので、はい。どんくらい入るんやろ。イオンで買ったこのグラス、ビールがどのぐらい入るんでしょうか。あ、丁寧に入れれば全部入りそうな気がするの。丁寧に入れれば。あば。泡がすごいな。ちょっと飲んじゃいましたけども、こぼれそうになって飲んじゃいましたけども、あとこんだけ。丁寧にちゃんとやれば、多分ね、ビールの、このちっちゃい方の缶が、ええ感じで、入りそうなサイズのコップです。次にバイクのね、話になるんですけども、一応バイク屋さん2軒行ったんですよ。で、僕が思ってるバイクは2軒ともね、なかったんですよね。僕が欲しいなと今なんとなくね、イメージしてるバイクがホンダのディオ110のキーレスタイプのやつ。ディオの110ってキーレスタイプと普通の鍵タイプ、このまあ2パターンがあってですね、キーレスタイプの方が、高いんですよ、値段が。キーレスっていうだけで3万円ぐらい高いらしいんですね。だから、あんまりね、人気がないらしいんです。それは当然、キーレスの方が便利なんやけど、こう、サステマがないから。だけど、サリトでそのためだけに3万円高いとなると、じゃあ別に鍵差しゃええかなっていう風に人はね、なるみたいなんですよね。で、僕の場合は、ちょっとウーバーやりたいなっていうのがあるから、ウーバーやるとなると、もうしょっちゅう乗ったりね、降りたりするわけなので、まあ、キーレスの方が便利かなっていう思いが、ちょっと強いんですけども、サリトって、キーレスの方はあんまりないみたいなんですね。で、ディオの110と、あと、ホンダで言うとリードとかね、あるんですけども、ホンダのバイク結構今人気らしくって、あんまりね、キーレスじゃなくて普通の鍵ありの方の安い方のディオも、なんかね、あんまりないんですよね。あんまりないと出回ってない。で、もしも注文したら、キーレスのやつを注文したら、もう7月とかって言うんでしょうか、入ってくるのが7月の頭。1ヶ月以上先なんで、それはちょっと待ってられないなと、思ったんですよね。で、まあ、2軒行ったうちの、まあ、1軒は、ディオの110の、鍵ね、普通の鍵タイプのやつはあって、片方はなかったんですけども、中古のやつは一応あったんですよ。で、まあ、まだね、下取りしたばっかりで、まあ、整備もしてないし、その値段もまだついてない、ついてない中古のやつで、で、それまあ、多分、まあ、店で売るとしたら、まあ、20万弱ぐらいになるかなとかって言ってはるんですよね。新車よりも2万円ぐらい安いかなぐらいのことをお店の人が言ってて、で、その時は、うーんって思ってたんですけども、まあ、家に帰りながら思ったのは、その中古のやつね、もうかなり新しいんですよ。見た目も普通に綺麗やし、まだね、200キロも走ってないんですよ。200キロ走ってないっていうことは、もう多分一回どっかなんかロングドライブをちょっと一往復したよ。
ぐらいの感じなんですよね。で、それがね、今僕ちょっと気にはなりつつありますね。それで、まあほとんどね、まあ新品みたいなもんやし、ほとんど新品みたいなもんやし、それで2万円安いんであれば、もうそれでええのかなっていう気もしてきております。まあバイク屋さん2軒行ったんですけども、1軒はそれなりに遠くて、1軒はね、割と近いんですよ。で、近い方に中古のディオの、ディオの110の鍵付きのやつがあったので、それがね、今ちょっと気になりつつありますね。一応もう一回ちょっとね、ネットでもね、軽く調べてみて、いいものがね、近くにないようであれば、その中古のやつね、ちょっと家からそれなりに近いので、もう一遍行ってみてね、話を聞いてみたいなと思いつつあります。もうね、もうささっとね、それに決めちゃえばよかったなっていう気持ちもあるんですよね。もうめんどくさいから。あっちこっちさ、行って、ねえ、うだうだ探し回るよりも、まあちょっと安くてさ、いいものがあるんだったら、それにね、決めちゃえばよかったなとも思ってるんですけど、まあうだうだってもしょうがない。でも帰ってきちゃったから、もう帰ってきちゃったからにはもうしょうがない。もうちょっと探してね、考えてみたいなと思います。さ、それではですね、晩ご飯を作ろうかなと思うんですけども、昨日ね、僕晩ご飯作りましてですね、もうちょっとこれ見栄えがクソ悪いんですけども、業務スーパーで買ってきたナスの、何、煮浸しみたいなやつと冷凍のね、で、チキンをこれ煮たわけですよ。ちょっともう、めちゃくちゃ見栄え悪いけども、ナスとチキンをこれ煮たやつ。で、まあ、これにですね、今買ってきた、チキンですね、さらに、これ今買ってきたチキンと、あと、こんにゃくもね、買ってきたんで、このこんにゃく美味しいんでしょうか。唐辛子、なんかね、ちょっと辛いみたいな。唐辛子入りの、板こんにゃく、ライフで買ってみました。というわけで完成！これ、チキンとこんにゃくとお茄子の冷凍のやつね、を煮たやつ。最近の僕の食生活、結構ね、適当なんですよね。とりあえず、野菜と肉を食べとけば、体にいいのかな、みたいな。感じで、まあ、一応、自炊はしてるんですけども、まあ、こんな感じでものすごく適当に、なんか作って、まあ、食べて、お腹が膨れればいいや、みたいなところがね、結構あるんですよね。で、お昼ご飯に関しても、なんか弁当を作るのもだんだんめんどくさくなってきてしまって、結構ね、カップラーメンになってしまったりとか、っていうことになってきてるので、まあなんでなんでしょうね。結局まあなんか僕もね、人並みに美味しいものを食べたいなっていう気持ちはあるんですけども、多分ね、その思いの強さ、美味しいものを食べたいなというその強さがさ、結構普通の人よりもね、こう下の方にあると思うんですよね。なのでついつい美味しいものを食べるというよりもなんか楽な方へ走ってるまあ気はするんですけどもね。はい、ナスうまこの冷凍のねナスは美味しいと思う。業務スーパーのやつもうちょっと煮るだけでもうめちゃめちゃ美味しいのでこれはねまた買いたいですね。もう本当におすすめできます。行商のあの冷凍のおナスねはおすすめできます。でこのこんにゃくは別に美味しいけども辛いのかどうかはよくわかんない。はい、というわけでねまあ、食ったという感じでございます。それにしても今日のね僕の一日どうだったんでしょうか。一応ね、そのまあダラダラしつつではあるんですけれども、一応まあその動画もね、今晩公開されるし、あとはそのバイクをね、まあ探しに行ったりだとか、コップを買いに行ったりだとか、
したので、まあそれなりにまあいい感じの休日だったのかなと思います。はい。でまあ今僕がすごく気になっていることはやっぱりバイクなんですよね。バイク探しがこんなに大変だとは思いませんでした。あの自分がイメージしているバイク屋さんに行けばさらっと買えるのかなとは思ってたんですよ、最初は。だけどそういう感じじゃないですね。まあ人気のバイクなのか何なのか、あるいは人気がないバイクなのか何なのかわかんないんですけども、まあ、とりあえず僕が思ってたバイクをさらっと買うことはできない感じなので、ある程度ちょっと妥協しつつ、まあ、さっきもね言いましたけども、あの今日見つけた中古のバイク、あれもまあ出会いといえば出会いなんでね、結構その気になり始めておりますのでね、ちょっと明日か明後日かわかんないんですけども、もう一回行ってみてどうなるのかなと非常に強く思っております。まあそんな感じでね、このチャンネルではね、僕の日常の生活をいろいろ出しております。僕ね、以前はドイツに住んでおりましたので、ドイツの動画を上げていました。そして3年以上前になるんですけれども、ドイツから日本に戻りましてですね、実家でねニートになったんです。その時の動画も上がっております。そしてニートから大阪に出てきて無職一人暮らしを始めたわけなんですけども、その時の動画もたくさん上がっておりまして、今現在は大阪でおっさんの一人暮らししながらバイト生活の日常動画をね、いろいろと上げておりますので、もしよかったらこのチャンネルの他の動画も見ていただいて、このチャンネルのね続きが気になる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。